映ってますね。はい、映ってます。おはようじゃないですね。おはようじゃないけど、はい、こんばんは。どうも、札幌ガールズナイト、あれって思ってる方もいらっしゃるかもしれないですよ。あなたが今見てるチャンネルはどこから見てるでしょうか。というところで、これは初のあれですよ。私アシャミンがあれですよ、総取りですけども、いいんですかね、本局放送でございます。で、悲しいお知らせ、悲しいかな、どうかな、いい話なんですけど、札幌ガールズナイト実は今日で最終回です。最終回スペシャルということで、本局から何ていうかね、こう放送していただいたわけなんですけども、そこに訳があるわけですよ。札幌ガールズナイトね、札幌ネットテレビさんの第2のね、放送局で配信ね、毎週木曜日させていただいておりました。ありがとうございました。が、しかし、なんと本局からですね、名前改め、はい、いきますよ。タイトル、札幌、まだまだです、札幌うたり星ナイト、あれ星鮭節ナイト、いや、ん、そこは気にしないですよ。札幌歌りナイトとして24時から今後放送させていただくことになって、これはなんと最終回でね、札幌ガールズナイトが最終回でありながら、これは札幌歌りナイトのプレ放送でございます。ということでですね、27日にね、こうスティッカーがいろいろありまして、で、ああ終わっちゃうのかなーって思ってみたりしたんですが、なんとね、本局さんの放送ということで、ありがたいですよね。私なんかが、というとこですよ。こんばんは。いや、こんばんは、こんばんはで。あ、ジャーニー、今日もかわいいよ。うん、褒めてもなんも出ないよ。よし、ありがとう。というとこで、はい、札幌足りないと、プレ放送をお伝えしておりますけども、鮭節ナイトの方はご覧いただけましたでしょうか。鮭節ナイト22時からね、放送してからの、私のね、24時のね、放送があるわけですよ。いつも流れですよ。見ましたか？公開生放送で、北の、ほら、園庭さんですよ。放送、公開生放送だったんですけど、私のこの格好、私別にこの髪を染めて、どうしたんでしょうっていうところじゃないわけですよ。髪の長さもね、いつもこのままなので、大した変わらないなって思っちゃうかもしれないですけども、これはですね、ここにありますシェーバー、ここね、泉聖輝さん、あれですよ、松本泉ちゃんですね、松本泉ちゃんですよ、とコラボっていうことをね、結構この前からいろいろしてまして、で、一段としてですね、前の炎天ナイトの方でシェーバーを飾らせていただいたり、で、セタちゃんがシェーバー持って鮭節を剃り落としたり、いや、違うな、そいでみたりそう、なんかいろいろやってたんですけど、それだけだとどんどんインパクトに欠けるな、と思ったら、あ、レイヤーさんいたら面白いんじゃないのみたいな感じで、まあそういうことね、まあいろいろありまして、なんと松本泉ちゃんはレイヤーさんが突然決まったっていう昨日で、フォロワーさんがね、松本泉ちゃんが4000に突破しまして、で、うちのね、うたりプロダクションのセッター、すずらんちゃんがですね、2000に達成しました。ちょうどね、同じぐらいのタイミングだったので、ね、なんかやろうっていう話で、だったらなんかレイヤーさんも出して、で、こうコラボしようっていうので、で、これね、そう、それ用に泉ちゃんが作ってくれたりとかして、で、このシェーバーもあったりで、で、
これやっぱりね、レイヤーさんがいたら放送とかしちゃったら面白いんじゃないっていうノリのまま昨日で、そして今日っていうコラボ、コラボで 2日目で、まあコラボ企画としては第3弾目なんですけども、うん、またこれからね、キャラサミっていうのにエントリーしてまして、キャラクター学会、自称、かっこ自称萌えキャラ学会ね、そう参加してまして、そこにセタちゃんもいて、で泉ちゃんもいるので、ちょうどね来週24日に東京の方に私行ってまいります。でそこでですね、セタちゃんも一緒に行ってくるわけですが、その前にね、ちょっと楽しいことボンとやりたいなっていうことで、泉ちゃんね、泉崎さんのこうね、こうコラボの勢いのまま行こうかな。で先ほどね、松本泉ちゃん、松本氏、まあ、長野県松本氏ですけどね、というところで、うちのシャケブシ君、まあ私もね結構ちょこちょこお世話になってる松本くんというキャラクターがいらっしゃいました。でカスタマイズ Z さんっていうね、あれなんですけど、長野県で、そこもちょっと一緒に何かできたらなと思って、松本つながりで、さっきなんと松本くんの本人が来てくれたりとかして、うーん、松本氏とコラボっていう、ああそうですね、毎週木曜日にこの曲でやるんだよ、イエス、あそうです、間違いありますよ、あれですね、第2放送の方は、また別にあれですけど、本曲は本曲で歌りはいろいろやらせていただけるということで、よかったです。ガールズナイトがね最終回のまま私も消えてしまうんじゃないかっていうね、危機にさらされたような、そうじゃないような感じですけど、あ、盛り上がりましたね、あ、ありがとうございます、引き続きね、盛り上がりましたね、いやなんかすごい濃い絵面でした、あの画面もですけども、あのスティッカーもね、こう放送を使っているので、チャットもね、こう見れるわけですよ、すごいですね、松本泉ちゃん、松本くんみたいな、そして松本泉ちゃんをこう描いてらっしゃる絵師さんまで、松本泉ちゃん本人がまだお会いしたことのない方が、あのチャットで交流し合うっていう不思議なことが起きたりとか、そこ面白かったですね、こういうコラボとかね、なんかいろいろあったら、ピンクだらけ、そうです、ピンクだらけの生放送ですよ、なんか24時にそんなこと言ったらなんか意味合い変わってきそうなんですけどね、っていうか思うのは私だけでしょ、なんてね、そうですよ、髪の毛ピンクでしょ、本当にアチャミンナイトは楽しみだな、いやありがとうございます、私別にあれですよ、アイドルでもないし、あれなんていうの、一般ですよねなんか私自分で、ね、アーカイブとかね見返したりとかする時の帰りが、さっきもちらっとね、あのこっちうちわですけど、いや自分で思ったのが芸人さんの入りに近いなはいみたいなそうですよ、でもなんかそういうところはね、どんどんこう真似していきたいところですね、うまさはね、あちゃみんイズミン状態、あ、つながった、そのあちゃみんイズミンですあちゃみんイズミン、どうもやっとつながった感じですか、あ、つながったってよかったです、ありがとうです、ありがとうございます、アチャミン泉ですよ、泉です。松本泉です。でもね、全然なんか泉ちゃんっぽさがなくて、ただのアチャミンです。そう、あの、あくまで、あの、さっきまでは松本泉ちゃんが来てたかもしれないけど、これは私はアチャミンのか、ただコスプレイヤーなので、そこは。アチャミンだからこそみんなの好き。なんですか、そんな持ち上げて持ち上げて、その後は怖いですよ。大体その後は落ちるだけですから。そうですよ、私あれですよ、どっちかというとあのけなされて伸びるタイプなんですよねなんかあんま上げられるの投げられてないのでそうですよ、けなされて逆風でタコが上がるあのタイプですねそうですよ、いやーなんかそう今日ね、なん
でこんなスペシャルをねやったかっていうのはね、まあ、勢いとノリとっていうのももちろんなんですけど、イベントがね立て続くんですよ。で11月あもう気になってんだこれ先のままですよ、見えますかね、11月24日ね祝日ですよ。キャラサミ、さっき言ったようにね、ちょっと東京の方に行ってまいります。状況です、わかんない行ってきます。してですね、鮭節くんの方がこの鮭節 の作品集とかもね、そうですし、ずっとあのこのプロジェクトが始まってからね関わらせていただいてます。あの蘭越町のね、蘭越住民作家デビュープロジェクト、作家デビュープロジェクトの方のねイベントが同じ日に24日に蘭越があるんですね。でそこにちょっとセタちゃんは東京、私も東京なのですが、鮭節くんの方がこちらにお邪魔しに行ってまいります。うん、大丈夫、もし北海道でなんかイベントや二人の行きたいななんて思っていたりとかしてくれちゃう方なんかいらっしゃいましたら、蘭越町の方で、そして東京ね大丈夫で、いや北海道遠いよみたいな、いや海挟んでるし行かなきゃいけないよって思ってる方はぜひ東京のキャラサミの方へ、まだあのエントリー受付してるのかなっていうので、ぜひ最初のそのキャラクターサミットでね、あの学会キャラサミの方は無料になっておりまして、親睦会の方が5000円となっております。セタちゃんとね私が壇上に上り、セタちゃんはちゃんと自己紹介をし、私がプレゼンしてきますよ。プレゼンですよ、どうしましょうね、こんな感じでいつも喋ってるけど、あれですよ、こういうノリで喋るのはあれですけど、真面目なトークってなかなかないですね、私ね。うん、どうなんでしょうね、向いてるんでしょうか。うん、まあとりあえずあの、うん、よくあんまり何喋ろうかそんなに考えてないんですけどノリで行ってきます全然いいのかな。うん、なんだ22時代はチラミしかできなかったんで、あ、できなかったんですか、自分にとって今の泉がリアル、あ、さっきのチラミだったけども今がリアルなんですね。チラミでもメガネかけたセタ葵ちゃんが可愛かったが、ほ、あーでしょでしょ、可愛いよね、めっちゃ可愛いよね、私も思って、セタ葵ちゃんももちろん可愛いんですが、葵ちゃんも可愛かったです。あの変身段階を私あの俺得で見させていただいたんですけども、なんて言うんだろう、あの泉ちゃん の制服なんですけど、リアルなあの本当にこの泉正樹さんのねところで多分一緒になってる社服でございまして、シェーバーも長野県から届きましたが、あの制服も実は長野県からちゃんと届いております。いやーすごいですよね、本当に寛大というか、そしてあのレスポンスの速さ、うん、素晴らしい。そしてさっきずっとチャットに向いてくれた、セタちゃんは可愛くてナナちゃん、ナナカちゃんが美しいですよね。そうですよ、美しいのと可愛いのともう両方もね兼ね備えてますからね、2人ガールズは、どっちもねいいんですよ、美形そうですね。あとねあやかちね、さくらちゃんどっちかというとふわかわ系なんですかね。うん、これから泉ちゃんも参加ですね。お、参加するんですかね、わからない参加するときはできますね、もう全然、あとは泉ちゃん次第じゃないでしょうか私がやる分には割といいんですけどね、あとあれですよね、まあ、22時からね見れなかったっていう残念だと、アーカイブをゆっくりご覧になってください。そしてゆっくりセタちゃんを見つめてあげてください。もう存分再生回数回してくださいあ、再生回数と言ったらあれですよ、まあ、さっきのね22時の鮭節ナイトでも、ちょっとだけ温泉会、いやちょっとでもないね、だいぶ喋ったな、温泉の話もしましたけど、見ましたか、ここにいる人たちちゃんと、瀬田ちゃんと七香ちゃんが温泉に浸かってるというね、ゆるキャラっていうか萌えキャラとかキャラクターが温泉に入ってロケって、アイドルさんでもそんなめったにないけど、あれレアなすごい絵面ですからね、
萌えキャラが温泉入ってるっていうことがまず絵ではあるけどあまり実際にないですからね。とりあえず歌りキャラではないか、泉も仲間入りか。そうですね、仲間入りしました。このなんか、見れたらなんかそう、なんかノリがいい方がいらっしゃったら持ってくれたらいいのか。それはもちろん見ましたよ。ですよね、見ないわけがない。チャケブシナイトの温泉神回、お、ありがとうございます。神回ですね、ありがとうございます。私もそう思ってます。録画してしまった、録画したんですか。さすがです。なんだかちゃんが追いつかしかったな。すごいですね、このちょっと、あ、なんだかちゃん推しとセタちゃん推しのめっちゃちゃんと展開されてます。次回は松本くんと富士さんのニューヨークシンガー、え、そこに期待してるんですか。え、それですか。シャケブシさん、お、期待されてますよ。もちろん。あの、突然の話すぎてむせちゃったけど、シャケブシ。君もお答えしていいのかな。あ、どうぞ。今ね、シャケブシ君はね、そう、袖にはけてたけど、いるんですよ。およ、俺も隣にいるぜ。あ、ですよ、シャケブシに神の声として。神の声、神の声ですか。そうだぜ、神の声として。お、大丈夫ですか、むせてますけど。突然のことでむせてますけど大丈夫です。セタアオイちゃんが可愛くてもうもう可愛いですよ。可愛いですよ、可愛くてしょうがないですよ。ほんと自分の娘くらいの気持ちで可愛いですよ。温泉、シャケウシの入浴シーンって需要あんの。ただなんか煮られた的な絵面なんない。全国のシャケウシファンの奥様方から、うん、お茶の間をこう賑わかす存在になるんじゃないかと。それはい、需要たっぷりだね。このお昼の顔、鮭節。ちょっと泉ちゃんの声で出てみる。どう思う？いやー、なんか、うん、石狩鍋的な。あ、いや、あ、そうだね。あの、あ、それは温泉で煮込まれていないか。そうだね。あの、濁ってるしね、あの温泉ね。なんかちょっと味噌っぽくも見える。うん、別の食べ物として認識していないか。鮭殿は煮えてしまうのでは。そこ心配されてるよ。まあ、鮭なのにゆでだこだな。面白いかな。かな。面白いかな。お茶の場をおちゃらかす。おお、お茶だけにね。お、気づいたよ。お、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 鮭節よりうまいんじゃないかよ、これ。さっきのタコよりは全然いいと思う。畜生。畜生。でも鮭よりうまいっていうことで、鮭より美味しいっていうことで、ん数少ない鮭さんのファンが見てますよ。お、ありがたいぜ。数少ないんだ。これからも見てくれたんだぜ。かわいそう。数少ないは余計だけどな。一番歌いプロダクションの中では一応フォロワー数もいるんだけどね。そうなんだね。あの、こう見えて、うん、結構頑張ってるんだね。自分で言ったら世話ないけどな。うん、ウケるな、数少ないシャケムシファン。ここのインターネット、このあれってことだよね。ことはないよ、シャケ君、めげないで頑張ってくれ。そうなんだね、うん、もう数少ないファンにも支えられながら俺は今日まで頑張ってこれでいるんだね。あ、優しいよ。いやいや、鮭殿も好きですぞって。あ、ありがとうだね、うん、なんか慰められてるね。うん、すごく嬉しい。泣けてくるぜ。最近はセタちゃんの人気がてん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 ってなってる。お、セタに食われてるわ。まあ、持ち上げて、ね、上げてるということだな。お、俺の存在のおかげで。おお、ということで問題ないな。うん、鮭を食ってるセタ、いい、ね、食ってる、うん、食わせてあげてるということだな。うん、食って食われて、ん、食われはしない、食われることはないな。どっちか鮭バットでやられちゃうよ。まあ、そんなことあったら、ね、セタの食欲には鮭バットって知ってます？なんか鮭を締めるためのバットがあるんですって。なんかこの前ツイッターでセタちゃんのツイートで盛り上がってて、鮭を叩きつけるなんか釣るじゃないですか、鮭をバッて。でもあれでっかくて対応できないじゃないですか、生きてると。で、ちょっと新鮮なまま保つためには上がった時に早めに締めることが大事なんですって。で、そこで鮭バットっていうのがあって、スパーンって叩いたら鮭がパタってなるっていうバットの話をしたんですよ。
それは俺の苦手なものだった。あの地震、雷、火事の次に怖いシャケバット。シャケバット。地震、雷、シャケバット。シャケバット。そういうことだな。それぐらい恐ろしいものなんだね。みんなもあの夜道を歩いてる時のシャケバットには気をつけろよ。夜道にシャケバット振りかざしてるやつがいるかもしれないからな。シャケじゃないもの狙ってるよね。犯罪だよね。ちょっと危ないかもしれないな。犯罪の香りがするよ。みんなも気をつけてほしいんだね。お、あれだね。セタちゃん、セタ葵ちゃん推しは不動だけどキリッつって、そうね、1番はナナカちゃんで2番がシャケさんですよ。2番手ってことだね。もう2番でも構わない。2番でも構わないから。締めるんですね。締めるんですねって書いてあるね。置き締めにしてね。締める話ですね。締められるの。インディアン水車的な話題か。インディアン水車はあの生きたまま上げてくれるんですよ。ちゃんとぐる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 スパースパーってこう上がっていくんですけど、その後ですよね。その後生きてる状態よりは締めた方が美味しいんですって。っていうあの本当のバットなんですよ。叩くもうその置き締めっていう話なんですけど、なんか基本的に鮭じゃなくて魚がそうらしいですね。魚類さん、どうなんだよ。そうらしいよ。泉ちゃんも言ってるから間違いないよ。でもこの格好しながら泉ちゃんも言ってるっておかしいんだけど。まあ俺はその先のことはちょっともうコテッとなってるから分からない。そうだね。俺自身はよく分かってないから。そうだね。難しいところね。鮭バットに会いたくないね。鮭さんに聞きますけど、人気でななかちゃんに勝てそうですか。ななかちゃんか。ななかちゃんに負けそうだよね。ななかちゃんよりも俺の方が可愛いんじゃないかという自負はしているぜ。ん？可愛さでは負けないで。わかんないな。なんかわかりづらくてごめんね。代わりに謝ります。すいません。最近萌えキャラがすごい勢いで人気になってきて焦っているぜ。焦ってるんだ。実は焦りを感じてるんだね。食われそうなんだね、鹿にまで。みんなに食われそうだ。みんなに食われそうだね。あ、それもちょっと嫌いじゃない。あ、嫌いじゃない。そういう感じを嫌いじゃないね。割と好きなんだね。あ、そうですね。じゃあななかちゃんに縛られたいってことですか。あ、素晴らしいぜ。こういう感じでぜひともそれをあの松本くん抱き枕のようにお願いしたいところだぜ。あ、なんか褒めてくれてるよ。お目のクリクリですよね。あ、かわいい。なるほどね、もちろんそう。って笑ってるけど、かっこ笑ってるけど、何だろう。可愛いつぶらな瞳をしているぜ。チャームポイント。チャームポイントです。で、あ、怖い。これで、ね、そう今ね、最近この人形が今落ちてきたんですけど。びっくりしたぜ。どうも、これ。青い。どうも、青いです。いや、女の子バカにしてるとかそういうんじゃないですよ。この子の名前が葵ちゃんなんです。看板娘です。ちょっとここにあのセタちゃんのね、葵ちゃんのファンがいるから、えってなるかもしれないけど、そうでしょ。これ葵ちゃんなんですけど、そう、葵ちゃんと一緒に北の園庭を盛り上げようと頑張って。いや、確かに爪が取れそうだぜ。ビチビチビチ関節がボルダーガイス。あ、私を出せと。あ、さっき曲流れてたからね。そうだ、あのなんだっけ、りんちゃんバージョンじゃなくて、あの葵ちゃんバージョンのね、もぐもぐが流れてたから、なんで私がいないんだってことだったんですね、きっとね。すいません、飾らなくて申し訳ない。俺今知ったんだけど、俺今日でツイッター始めて1年だわ。おー、おめでとう。てか何そんなにやったんだよ。今知ったんだよ。今知った。今フォロワーさんからツイートが来て知ったぜ。鮭節、なんとツイッター1周年です。そうなんだって。俺おめでとうだぜ。てか今まで知らなかったの。完全に忘れてたぜ。これ本当はちゃんとした方が良かったやつじゃない。全く告知しなかった。ねえ、鮭節くん気づかなかったで。そう、そんなシャケ節くん、よろしくお願いしますって、そういうところもゆるキャラなんで。優しい。おめでとうございますって。ありがとうございます。おめでとう、シャケ殿。これからも2年目もよろしくなんだぜ。そうだよ。
お付き合い2年目って大事だからね、人間も人も。もちろんだね、うん、マンネリ化してくるっていうこと。マンネリ化してくる。マンネリしちゃダメだよ。そこを乗り越えてやるぜ。あ、そうだね、マンネリを乗り越えてこそ真実の愛があるんですね。そういうことだね。かっこいい。フォロワーさんたちとの愛があるんだね。愛を深めていくね。うん、もうね、もうどうですか、鮭との愛。いや、多分ここにいる人はね、セタちゃんとね、ナナカちゃんの方がいいって思ってる。サンピンクな愛はダメかよ。ダメだね。お、シャケさんおめでとうだぜ。あ、こちらこそよろしくですぞ。ありがとうなんだぜ。あら、優しいみんな。うん。ね、今知った事実。うん。ね、いや、嬉しいね、なんかこうやって。こってり忘れてたんで。こってり忘れてたけど、みんなこうやって。そうですよ、もう終盤30分にもなろうとしてるんですよ。うん。ギリギリで知った事実。今知った。よかった。よかった。今思えば、うん、ね、今、この今のツイッターアイコンになる前は、ええ、初期の鮭節のデザインといえば鮭節本人が書いてたんですよ。そう、フリー素材を組み合わせた。いや、うん、そんな時代もあったんだぜ。いや、愛はないかな、うんって書いてる。ない。そう、というところで愛がないというところで、最後に告知をね、まとめていきましょう。ドン。はい、11月24日、先ほども言いましたけど、キャラサミ、セタちゃんと私が東京に行ってまいります。渋谷、渋谷です。ちょっとかっこいいね、渋谷で行ってきますみたいなね。で、鮭節ですね。はい、鮭節といえば蘭越町。ね、蘭越町の、蘭越、蘭越作家デビュープロジェクトのね、イベントですよ。もちろん。そして俺がまた登場。そう。そしてスピーチもしちゃうんだぜ。喋って、今来ます。鮭節を生で見たい方はぜひ、うん、大阪からもファンが来てくれると情報が入ったんだ。わざわざ。そうなんだね。鮭節何？めちゃめちゃ嬉しいぜ。あら、いいね、遠距離でも愛してくれるファンが。もちろんだね、遠距離恋愛だな、もうこれは。そうだ、愛が生まれたんだね。素晴らしいね。あ、泉ちゃんに代わって俺が、あ、代わって僕がお祝いを。あ、優しいな。うん、で、その次の日です。11月25日、エンテナイト、レンジモンキーサーですね。なんとね、これ、あやかち、うちのさくらちゃんをやってもらってるあやかちゃん、生田やかちゃんの誕生日イベントでして、おめでとうっていうことで、いろんなアイドルさんがね、集まって、歌って、踊って、お祝いするというところで、歌りガールズちゃんもね、そうですし、それじゃあ、葵ちゃんもね、もちろんですけども、出ます。で二人はね、フードプロデュースも引き続きやらせていただけるというところで、で、ここのに書いてあるんですけど、ここに今日も公開談話をしてますけども、27の放送にはさくらちゃんが出ます。そして、あそこの陰にもいらっしゃる方が、もしかしたら、あれ佐々木さん、あれ、うん、いや、もうでもね、なんですかね、っていうところで、まあ、こう期待っていうところで、生で見たい方は遠征に、いやー見れないんだって方はぜひまたこのね放送を。そして27日はね、これはプレ放送ですけども、プレじゃなくて本番の放送が、はい、札幌2人ナイトですよ。間腰入りますか。いや、これと同じですか。あと、はい、11月29日30日は土日ですね、小樽アニメパーティーコスプレイベントでございます。そちらにも参加させていただいて、葵ちゃんが大活躍ですよ、歌っちゃいますよっていうところで、で、そんな場所ですね、鮭節くんがこの蘭越町ね、ここの24でも PR してね、このイベントのね、あのイベントにも参加しますけども、そちらのね PR をしてきますっていうところですね。もうイベントが盛りだくさんでございます、ありがたいことに。なんかいろいろあるけどね。今日はそうですね、終わろうかなと思っております。遠征ナイトの予約は忘れないでしてくださいね。はい、よろしくお願い、あちゃりでよろしくお願いいたします。ということで、皆様今日もありがとうございました。で、本当にお二人さんの放送は楽しい、ありがとう、ということで、皆さんおやすみなんだぜ。おやすみだぜ。おやすみなんだっていうところで、またねー、ありがとう。